今夜は満月、フラワームーンを見ることができます。アメリカの先住民は季節を把握するために各月に見られる満月に動物や植物、季節のイベントなどの名前を付けていました。アメリカでは多くの花が咲くことにちなんで5月の満月をフラワームーンと呼ぶことがあるそうです。それでは今日満月どのエリアで見ることができるのでしょうか。マップで見ていきますと、オレンジ色のバッチリ見えるというエリアは北海道や日本海側のエリアとなっております。西日本から東日本の太平洋側では前線の影響を受けて雲が広がりやすくなってしまいそうです。雲の隙間から見てみてください。では夜の気温を確認していきましょう。昼間は過ごしやすいところも多いですが、やはり夜になると冷えていきそうです。北海道では一桁になるところほとんどとなっております。その他日本海側でも15度を下回るところ多いですので、暖かくしてお楽しみください。最新の気象情報についてはウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。今後のお天気や気温ご確認ください。